エステル・フェル・ヘールは、オランダ・ユトレヒト州、ウルデン出身の車椅子テニス選手で、シドニーパラリンピック、アテネパラリンピック、北京パラリンピックの車椅子テニス女子シングルス金メダリスト。エスター・ベルガー、エスター・バーガーの表記もある。女子シャイステニス界において圧倒的な強さを誇り、1999年4月6日より引退まで世界ランキング1位であり続けた。 2003年1月30日のシドニーインターナショナルにおいてオーストラリアのダニエラ・ディトーロに敗れたのを最後に以来シングルスでの無敗記録を更新した2007年には女子史上初のグランドスラムを達成した身長1 7 8センチメートル右利き8歳の時に受けた手術が元で下半身不随となりリハビリテーションの一環として シッティングバレーボールや車椅子バスケットボールなどと共に車椅子テニスを知る。車椅子バスケットボールではオランダのナショナルチームの一員として1997年の欧州選手権で優勝している。12歳で始めた車椅子テニスでは1996年に最初に国際トーナメントに出場、競技に本格的に取り組み始めた1998年には 主要タイトルの一つである全米オープンに優勝した。2000年のシドニーパラリンピックでは女子シングルスとダブルスで金メダルを獲得した。2002年ローレウススポーツ賞を障害者アスリート部門で受賞した。2004年のアテネパラリンピックでもシドニー大会に続いて女子シングルスとダブルスの両方で金メダルを獲得。 NEC シャイステニスマスターズでは1998年以来14連覇している。2008年には再びローレウススポーツ賞を受賞。開会式でオランダ選手団の騎手を務めた北京パラリンピックでは女子シングルスでパラリンピック3連覇を果たした。2000年から8年連続で国際テニス連盟が選出する ITF 世界チャンピオンとなっている。 障害児に車椅子テニスを教える財団を設立するなど社会奉仕活動にも取り組んでいる。ありがとうございます。